ジャンプルーベ、ジャンプルーベ、ジーン・プラウブ、1901年4月8日から1984年3月23日は、フランスの建築家、デザイナー、建築生産の工業家に大きな役割を果たした。オリジナルのヴィンテージ家具の中にはオークションで、数千万の値段がつくものも、ザラにあり、世界中のセレブがこぞってコレクションしている、海外では、ブラッド・ピット、 マーク・ジェイコブス。国内では、ニゴ、テツヤ、前沢智作等がコレクションしていることでも有名。ジャン・プルーベは1901年、フランス、パリに生まれた。父、ビクトール・プルーベはナンシー派の工芸家であり、信仰があったエミール・ガーレは、ジャンの名付け親でもある。母、マリー・デュアメルはピアニスト。ジャンは、アール・ヌーボーの一大拠点であった、ナンシーの地で、 多くの工芸品に囲まれて育つことになる。ジャンが特定の様式にとらわれることはなかったが、私は芸術家と学者の世界で育ち、その世界は私の心にたくさんの栄養を与えてくれたという、彼自身の言葉が示すように、ナンシー派からの影響は決して小さくはない。1916年、金属工芸家エミール・ロベールのとに弟子入り。その後、 アダルベール砂防の工房に移る。パリの鉄工所で働いたり、騎兵隊への従軍経験などを経た後、1923年に独立。自らの工房、スタジオをナンシーに構え、鉄製のランプやシャンデリア、階段の手すりなどの製作、デザインを手掛けた。1925年、父の弟子であった画家、マドレーヌ・ショットと結婚。1927年、 ロベール・マレイ・コール・ステバンスから、レイ・ハン・ベール・ライフェンベルク邸の入り口講師のデザイン、制作の依頼を受けたことを契機として、ルコル・ビュジエを中心とするサークルと関係を持つようになり、1930年、マレイ・コール・ステバンス、ルコル・ビュジエ、シャルロット・ペリアンダと共に、ロジックとバランスと純粋性をマニフェストに掲げる現代、芸術家連盟の創立メンバーとなる。 1931年、義兄・アンドレ・スコットと共同でアトリエジャンプ・ルーベを開設。工作機械を大量に購入。ナンシー大学に家具やドアを収めている。フランスの建築家、ウジェーヌ・ボーデアン、マルセル・ロトラとの共作で初期の代表作である建築作品、クリシー人民の家を手掛ける。1937年のパリ万博には、ルコル・ビュージェア、 ピエールジャンヌレと共同制作したバスルームを出品した。戦時中はレジスタンス運動に積極的に関わった。その政治活動は広く知られるところであり、1944年にはナンシー市長に選出された。他にも解放後諮問会議や技術教育部門監査員など公的な役職を歴任している。1947年。 南ー郊外のマクセビルに新工場を開設。家具の製造を続けるとともに、建築部材としてのアルミの可能性を追求する。アルミ製のプレハブ小屋を何百棟も製造し、アフリカに送付した。マクセビルの工場の株主となった、フランスアルミニウム校舎と衝突し、組織再編とともに工場を去ることになる。1957年、ジャンプルーベ建設を設立。 パリに活動拠点を移し、コンセルバトアール、ナショナルでアーツへメイチェイズにて13年の間、教職にもついた。1971年、パリ、ポンピドゥセンターの国際設計コンペにおいて、審査委員長を務め、リチャード・ロジャースとレンゾ・ピアノによる案を一等に、選出する。1984年3月23日、故郷であるナンシーにて池を引き取った。82歳であった。 ナンシー派は工芸の世界に合理的産業化の考え方を持ち込み芸術と工業の融合を図ったとされるが金属工芸の世界からその経歴をスタートさせた作品の初期にはナンシー派とそれに続くアル・ーボーの影響がかいま見え手作りの工芸品から家具建築へとその作品の規模を発展させていった作品への取り組み方や思想は 規模が大きくなろうと変わることはなく、プルーベはこれを家具、建築にまで応用している。建築家の資格を持たず、そのためか、自らを建築家、アーシテクトではなく、建設家、カンストラクターと呼んだプルーベは、スケッチをする際、全体像からではなく、柱や梁のディテールから描き始めたという。また、建築家のオフィスの所在地が、部材製造工場以外の場所にあることは、 考えられないという言葉にも、プルーベのものづくりに対する哲学を読み取ることができる。思想を持っていたプルーベにとっては、建築は、性的なものとして捉えていない。スチールパネルによる、稼働間仕切りにおいては特許を取得し、クリシー人民の家では、稼働式の床、トップライト、壁パネルを採用している。パリ・モザール広場のアパルトマンでは、アルミパネルを動かすことによって、雨戸になり、 ひさしにもなるファサードをデザインする。アルミニウム百周年パビリオンは、最初にセーヌ川のほとりに建てられて以降、これまで4回も移動し、建て直されているが、分解し、持ち運ぶことができる家具を多く残したプルーベニッテは、建築も、その延長線上に置くことのできるものとして、デザインしている。このように、プレファブリケーションの実践にいち早く取り組んだ人物の一人でも、ある。 プレハブ住宅シシックスバイシックスでは幅一メートルのパネルを一辺六枚ずつはめ込む作業を六人の男性が六時間で組み立てられるという意味も持たせていたこうしたプレハブ建築は政府にも採用され戦時中九百三十九年には陸軍のために八百棟をまた九百四十四年にはロレーヌ地方防樹圏に避難民のための住宅約1棟を供給 1954年にマクセビルの工場に散在していたパネルを買い取って建てた自宅兼アトリエもプレファブである。モジュールを用いた建築システムの施考がこのようなプレファブパネルの利用を可能にしたといえ、1956年にアベビエール神父のためにセーヌ下半に建てた住宅は同じくモジュールに大きな関心を示しモデュロールの子を生み出したコルビュージェをして 世界で最も美しい家と絶賛せしめた。工場で部品を生産し、現場では装着のみを行うという考え方は、現在のカーテンウォールをはじめとする建築部品のあり方に大きな影響を与えている。のみならず、パネル取り付け用ファスナーやガスケット等の部品同士の取り合い部分をはじめとする各種の技術開発にも大きな功績を残した。また、 アルミを建築材料として採用した先駆的な例でもある。アルミの折り曲げ加工、アルミパネルの製造をはじめ、彼自身の工房において開発された技術がこれを実用化させるに至った。また、ポルティーク、モン型フレーム、ベッキー杖型、シェル型という3つの加工形式を自ら考案するなど、家具製作から得た技術を応用した建築作品は非常に 軽い印象を生み出している。こうした戦士的な技術を組み合わせたプルーベは、レンゾピアノ、ノーマン・フォスター、ジャンヌ・ユベルラ、ハイテク建築と呼ばれる作品を多く、世に送り出している現代建築家たちに、死と仰がれる存在である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。